なーにこのない超絶難易度やめてマジ。なーにー、なんでよ。あ、こういうことか。じゃあ鍵はね、なんか鍵の種類は多分ないんだな。頼む、今回体力40あるし多分ただ倒せるはず。ここ挟まれるから結構難しいんだよな。来い来い、待つか、待つのもまた戦い。ここで待とう、もうちょい。え、出ないのかなこいつら。あんま近くにいると移動しないとか、向かってくるわけではないとか。出てこい早く出て。 OK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 、ここまで来る俺の独断場だから。オッケー。あ、戻るな。絶対も、てめ、てめ、てめ、戻るなよ。オッケー、来た。こうなれば敵はもう全然強くねえ。ナイス。え、これで勝ちじゃん。うわ、めっちゃ難しかった、マジで。ナイス、ナイス、ナイス。いけたー。で、これ一面クリアでいい、これはさすがに。嘘だろ、なんだこれ。気持ち悪い。敵の多さに驚いてコーヒーをこぼしてしまいました。このステージはもう誰が鍵持ってるかわかんないだろこれ。一旦これで全開して、そして戦いに向かってくれっていう、そういうこと。しかもこれ全開できない。まだ俺は昔の傷跡を背負ったまま戦うことになってしまった。キノコ何これ。武器じゃね。これマジで何これ。うわ、ちょっと、キノコやりて。あれ、どうやキノコやる前にこいつらが本当に邪魔。ナイス。あ、ハートか。じゃあ、一応暫定で全開はできるっぽいね。ここの目に来たら。はい、先生、攻撃もら、もろた、もろた、もろた、ナイス。あ、ナイス、鍵。え、そんなすぐ鍵手に入っちゃっていいんですか私こんなに幸せでいいのかな。うーわ、覚えゲーでもあるんだよな。覚えゲーつかなんだこれ。右から順番にやるしかなくね、こんな。オッケー、まずこいつやろう。一匹、おー、ナイス、鍵ゲット。一匹一匹引き連れてきて、一匹一匹やるしかねえ。若干の難易度の下がりを感じる。うわ、さっきの面マジで難しかった。ズラン、ナイス。あ、そこに待ってくれてない。サトシ、はい、サトシ、ナイス。今2回連続出たわ、っていう私か。そう、分かってきたわ。これ攻撃出なかったら次だったわ。あ、やばい、やる。誰で鍵持ち、頼む鍵持ち。負けちまうよこのままじゃ。ハート、これ結局ちょっとずつじわじわ減ってるから、なるべく戦闘は避けるのがいいのかな、やっぱ。あ、それまずい。やったー、やった。これさ、なんか一発でいいのかな。あ、なんか無理にそんな戦…あ、オッケー、これで勝ちじゃない。無理に戦わなくていいのかな。はい、全部倒したからなんかボーナスください。頼む、ボーナスない、何もない。いいね、まだまだあるまだまだあるぞ。ハート、ハート、ハート。あ、まあここで、75ゲット。そしてさらにここでハート。まあハートは持っといた方がいいよね。絶対この赤のやつ超強いやつじゃん、見るからに。弱いやつ倒そう。おお、炎の使い手がいるぞ。自分の攻撃力がね、なんか上がってくんねえんだよな。炎の使い手ちょっとまずいな。でも炎の使い手もね、いずれ倒さなきゃいけない気がする。一匹倒すか、炎の使い手。ええ、もう勝てない存在なの、もしかして。あ、やばい。 OK、 ナイス。鍵落とせ、鍵落としてくれ。まずね、木の鍵が一個でも取れればって感じかな。赤のやつかな。まあ、緑のやつが持ってると仮定して戦ってみるか。いけ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 、そこそこそこ、オッケー、避けろ、戦え、オッケー、ナイス。無駄になんか煽るやつ。オッケー、オッケー、右、何か、そこ、左、避けろ、ヘッド、ヘッド、頭を狙え、オッケー、ナイス。足を狙え、足ないわ。こいつらに足ないわ。残ね、心臓一つき。心臓もあんのかちょっと怪しいけど。頼む、うわ、落ちない、やっぱ、赤いやつ倒す必要あるな。オッケー、ちょっと待つか。お、あー、あれ？ダメだな。うわ、どいつ倒す必要あるんだろう。
わかんねえわ。あー、なるべくなんか初期地点から遠いやつの方がさ、持ってそうな気しない？あ、でも、こいつにするか。こっから近いやつ。こいつやろう。やる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 。ダメ？まだ倒しきれてない。やる。やる。やった。おっ！かぁ。勝ちや。運が。俺の運が。ほら。上回ったということでしょうか。皆様、日頃の行いがあまりに良すぎるために、3分の1を勝ち残ってしまうという。ナイス。うわ、なんか、なんだこの黒いやつ。あれ？なんだこの黒いやつ。豆みたいな落ちてんだけど。ここの面はどうだろう。あー、わかんない。木か鉄のどっちかがなんかそんな感じだろうな、多分。まず行けるところから倒してってみる。ナイス？オーケー、ナイスハート。緑やるか。うわ、ハート出てくれ。これ確定でさ、ハート出ないとさ、損しちゃうわ、結局。やれ。やれい、やれい、やれい。やれいだか。赤いやつを倒さないと結局意味ないから、赤いやつを適当に倒してみるなり。来い。赤。来い。俺は緑だぞ。俺の自他のイメージカラーは赤、ピンクとか白とかそこら辺だけど、今日に限っては緑だからね。行こう。やれ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 。おい。ナイス。え、運が良すぎないこれ。え、これで穴、あーでも木に穴違うのか。絶対こいつじゃん。絶対赤のこいつじゃん。勝てる要素あるかこれ。勝てる要素あるか。あ、ダメ。あ、まずい。先制攻撃し続ける。あ、ダメだ。先制攻撃、あー、でも、あ、ダメ。あー、先に攻撃受けたらもう2発で倒せないから負けじゃん、これ。いや、違う。他の奴らを倒して体力を回復してこよう。ギリギリプラマイゼロ。うんち、でも、ハートが落ちねえからプラマイゼロ、どころの話ではない。頼む。オッケー。最後の緑だけ残そうか。緑はなんかプラマイマイナスになる気がするんだよな。でも青はハートが落ちれば実質プラス。オッケー。うわ、ギリ勝てるんじゃないかこれ。ゲームバランスかなりギリギリの状態なんだよな。頼む。赤。いや、赤だよな、普通に考えたら。二択だけど、赤、信じろ。作者を信じろ。作者を信じるんだ。いや、待って。お見合い状態か。睨み合いが続いている。お互い両者睨み合ってどちらも攻撃をしない。ちょっとずつ場所がなくなっているイソ選手。お、オーケー。ナイス。ご了承。おっと、これは。7か。一発もらったら終了じゃん。うわ、先生出せたことあった今まで。なあ！マジ？じゃあ青を全員討伐して、で赤を一か八かで葬る。これだな。このスタイルでいこう。お、ナイス。あー、もう死んでるこいつは。あ、ナイス。いける。はい、どん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 。あ、ナイス。あ、ナイス。死体にむち打ち。オッケー。一方的に。頼む。オッケー。ナイス。ハート落ちないな。あー、でも体力そこそこ残ってるからさ。うわ、どっちだマジで。奥じゃね？奥やりたいな。頑張って。気合で。奥やれ。あー、頼む。うわ、出ない。攻撃、俺の攻撃が出ない。俺の攻撃が出ない。俺の攻撃が出ない。ちょっと、あー、どっちだ、どっちが多くない。こいつ、こいつ、こいつ、こいつ。いい。いい。一発は一人は倒せる。あ、ない。え、まだや、た、強こいつ。どうなってんの。ちょっと、うわ、俺が体力が、ダメージを与えたやつ誰か分かんなくなるやん。これさ、なんか、手品でさ、紙コップに、どれに入ってるんでしょうかみたいな、そういう状況になってるわ。こいつ、絶対こいつ。体力18しかないわ。おぎーよー、ギリギリ、おわーくすぐ、外したー。だよなー。はい、ということで、またこの場所まで来たわけだ。この手前の赤のやつだといいなー。でも多分違うんだろうなー。なー、まあ、緑が邪魔。とりあえず。
緑がマジで邪魔。あ、やばいやばい、おが赤と赤で挟まれるのもさすがにやばい。あー、君が来てしまうか、こっちに。邪魔邪魔邪魔。やるか。しゃあねしゃあね、必要な犠牲だ。ハート落としてくれ、せめて。オーケーナイス。どっちかやろう、これで。オッケー、これで無理やり一匹はやれる、多分。オッケー、ナイス。え、勝ったわ。こんなに簡単に2分の1の賭けに勝つことができるとは思わなかった。オーケーナイス、これで。いけた。うわ、なんだこの場所。うじゃうじゃしてんな。で、キノコで回復でしょ。うわ、誰持ってんだろう。鉄の鍵だよな。ちょ、勘で赤やりてえな、勘で赤。あ、やばい、負けたかも。え、これ、俺、後ろからもやられてない？あ、おお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 もらおおおおおおっしょ、来た。見るからにボスがいる。あ、まず一旦体力完全にしよう。え、体力を完全にしたらさ、勝てるのかっていう。てか、さっきの面、運良すぎん？よく、ああ、なんでワープした？おい、やめろ、お前、マジか。え、体力差がやばい。こいつに勝てる通り、ああ、なんだこいつ。え、どっから来た？ステルス、一応、生み出したのか？なんや、こいつ。うわ、消えた。え、ダメ？ああ、ダメだわ。There's something you should not do here. ここでやってはいけないことがあるらしい。やってはいけないことってなんだ？ああ、なに、回復はしてはいけないってこと？もしかして。回復すればするほど敵が出てくるから、あなたは回復しないで戦ってくださいということじゃないか、もしかして。うお、てめえ、あ、てめえ、まずい、挟まれた。ちょっと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 待って。あー。回復すればするほど敵が出てきてしまう。そんな世界。え、でも、取るまでは別に出てこないわけじゃん。あ、出てきたわ。嘘ついた。え、なんだよ。ちょっとずつやるしかねえな。あ、ダメ。ダメだ。あー、まずい。あー、まずギリ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 。うわー、なんだ、ワープ。ちょっと、なんでワープすんだよ。俺はワープできないのになんで君はワープできるんですか？それおかしくないですか？あの、不公平って知ってる？不公平って。ほら、やめろ。やめろ、それはまずい。ダメ、何いきなり来るな。ちょ、いきなり来られるとマジビビるんだけど、こっちももう一人欲しいんだけど、マルチプレイで来て、あ、やべえ、マルチプレイだったとしても、あの、一緒にマルチプレイする友達がいなかった。え、言わせんな。で、なんか上に木のドアがあるじゃん。多分ね、この鉄、こいつ鉄属性っぽいから、こいつは鉄なんよ。で、木はおそらく誰か倒したら出るから、あ、やばい、ここで挟まれたら負ける、多分。はい。あー、ちょっと待って、おー、危ねえ。あぶな。こんなところで俺の夢はついえない。誰か鍵落としてくんねえかな。あのスーパーハートゾーン来たらもう勝ちじゃん、実質。あ、やばい。あー。最初に全部キノコ潰しといた方がいいか。キノコはワンパンだから、基本。あれ？え、待って、あいつ取った？え、あいつハード取ってね？嘘？嘘だろ、さすがに。のー、あいつがハートを取ったなんて、そんな。いけ、ダメ。これでどんぐらいだろう。さ、まあ、ちょっと。くそー、回復できないじゃないかよ。おい、おい、ラ、ウェイ、ナン、ジャン。はい、負け。あ、でもなんかダメージ量的にこれ。あれだわ。先にこいつ倒すべきじゃないわ。こいつ以外倒して木の鍵ゲットするべきだわ、絶対。うわ、今更そんなことに気づくなんて僕のバカ。僕のバカ！なーに？影分身すな！なんだっけ、このなんかナルトの父ちゃんの技、瞬地みたいな技だよな。瞬足みたいな技。うわ、でももうちょいなんだよな、こいつ。うわ、もうハートないやんけ。うわ、もう作戦負けだよ、オッケー、わかった。おい、てめえ、飛んじゃねえよ、おい。こいつ、うわー、取ろうとしてる。ちょ、それ、俺のものだ。おい、おい。あー、挟むなって、もう。あー、やばい、まずい。こいつ、最初のターゲットはこいつ。あー、おわ、ハート取りやがった、こいつ。うーわ、だり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 。お前、な、お前のせいで何個のアートがなくなったと思ってんだよ。
鍵だ、おい、ふざけんな、お前。取るのほんとずるいから。俺もうこれ負けたら勝てる気しないんだけど。あ、やばい、まずい。ちょっと。鍵、鍵、鍵。うわ、まだ鍵来ないのか。あ、ちょっと待て。上のハート取りに行こう。シャレにならん、シャレにならん。確率か？確率なのか？木の鍵。うわ、もうここ、あーだー。要するにこの赤い影っていうのは、なんかポインタ的なやつなわけよ。方向、こっちに攻撃しますよ、みたいな。だから、どうってわけ、あー、やばい、体力見てなかった。泥棒猫だ、君は。あ、でもちょっと可愛いな。ちょっと君可愛いね。はい。逃げろ。逃げてみろ。逃げてみろ。なにー？サバ缶、あー、まずい。負ける。あー、まじー。あー、待て、お前、行くなよ。絶対そっちに行くなよ。おーい、やりやなー。こいつ銀って呼ぼう。お前は銀。お前は銀だよ。銀。寂しいんだよな、お前。寂しいんだよな。傷つけ合わなくたっていいんだ、銀。みんな寂しい。お前だけが一人なんじゃない。俺様だって一人だ。あー、それはちょっと辛い。あー、おーくそ。あー、夢ならばどれほど。頭に何乗せてんの？綺麗な石乗せる品じゃねえ。だからさ、なんならワープしてほしいわ。あー、もうこれいいな。これエモい。エモエモのエモで勝ちに行く、俺は。はいはい。ほら、挟むな、挟むな。負けた。でも割と癖になるな。割と癖になるんだよな。必殺、デスクロー。ちょっと多い敵が。デスクロー。やばい。お前許さん。体力管理を忘れない。お前取りやがった。体力管理を忘れない。ただ威力管理を忘れない。うわ、ワープだるい、マジで。だるい。あ、やばい、負ける、マジで。あー、やばい、ちょっとやめて、あいつワープしてきても負けじゃん、こんな。一発食らったら終わりだわ。だから止まることだけは絶対にダメ。止まってはいけない。わかった。この部屋で絶対にやってはいけないこと、それは止まってはいけないことじゃねえわ。だって今止まんなかったもん。徹底した体力管理が必要、本当に。何よりの。ナイス。もうちょい。ああ、やばい、まずい。もうちょいでマックス。もうちょい体力。ああ、やばい。ああ、そんな、信じられないよ。この僕が負けるなんて。ふざけんな、マジで、こいつさ。うわ、でもこれ半分ぐらい減らしたわ。キノコもそこそこ残ってるしな。悪くはねえが。あー、来やがった、キングスライム。お前、キングスライムだ、絶対もう。お前、やめろ、マジかよ。OK、半分減らした。OK、半分減らしたわ。半分減らしたから。うわ、やめて。妨害やめて。お願い、妨害やめてくれ。マジで、俺もう心折れかけギリギリ寸前なんだからさ、ギリギリ寸前、パニック寸前、マジでパニック寸前のギリギリ。もう本当にマジで勝たしてほしい。あー、やめや、ちょっとワープ能力、ほんとやめて。あー、それはずるい、マジで。あいつ絶対ハードだー。敵ってさ、3体までしか出ないんじゃない？もしかして。だから、どうすればいいかっていうと、敵が青の敵だけ出るようにしとくの。そうすると、緊急時にやれるじゃん。だから、緑を倒す、青は残すでいくわけ、まず。攻撃力低いしね、なんだかんだ。青は別に挟まれてもなんとかなるわけよ。だから、青は殺さない方がいい。で、緑を倒して青を残す感じで。青を残す。いや、でも青なかなか出なくねえか。
青出なくないですか。緑、また緑。二分の一でも怖い、また緑。オセロなら死んでます。はぁ、うわ、やめろ、お前、マジ、半分まではいける。ワープ制限、ワープ制限。一分間に一回にして、下前。一分間に、お前らも実質ワープ扱いにするぞ。行かれる俺を目覚めさせるな。ああ、もう、あって、もう、おむつ、わあ、ああ、ああ。